ストーンヒルへ向かいたくば我が元へ参じよ。その時お前を器として完成させ、神に捧げよう。来るぞ。くそ、なあクライブ、このわけわかんねえ状況を説明してくれ。おい、どうしろってんだ、これじゃ先へ進めねえぞ。奴を撃つしかない。いいだろう、誘いに乗ってやる。待ってろバルナバス・ザルム。ちょっと待つんだ、落ち着けクライム。奴がどこに行ったかもわからねえ。とにかく手がかりがないか辺りを探してみよう。そうだな。やつの行き先が分かりゃいいが。何か物音が聞こえる。探ってみよう。もし、おっと、大丈夫、大丈夫。俺たちは正気だ。旅の方、どうも助かりました。ああ、エッダさんって言ったよな。ここで何が？先日このアルケンの空に変わってからのことです。村人たちが次第に おかしくなっていきました。私だけを残して、私は隠れていました、ずっと。でも今度はお城の兵士がやってきて。その、何なのかな、アルケーの空ってのは。今のように薄暗く不吉な空模様のことです。確か村の言い伝えでは世界の滅亡の前触れだと。滅亡か。他の村人たちは見当たらないが、行って しまいました。東の遺跡、幻想の塔へ。まるで
いざなわれるようにみんな行ってしまった。夫も。クライブ、どう思う？おそらく奴らの仕業だ。アカシア同様操られたんだろう。じゃあなんで彼女だけ無事だったんだ？お腹にいる赤ん坊のおかげかもしれない。その子がベアラーだとしたら。エーテルに耐性がある。村人の行動が原初の楔の影響なら時間がない。幻想の塔、バルナバスはそこに。思った通り、フェニックスゲートと似た作りだ。となればこの先には、原型がある。アルテマ、イフリート、ガルーダ、ラム、シバ、タイタン、バハムート、オーディン、そして伝説のリヴァイアさん。なぜ、なぜフェニックスがいない？もう行っちまうのか？お前はその人についててやってくれ。だけど俺は奴と決着をつける。もしもの時はジョシアと合流して船に戻るんだ。いいな？ああ。おい、バカな真似はするなよ。俺はシドの名前を継ぐつもりはないからな。なあ、俺もこの名を捨てる気はないよ。Thank you.
幻想の塔、バルナバスはおそらくそこに。道を探してみよう。幻想の塔。